でございます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は深刻なバス運転手不足に応える全端バスの採用活動と課題ということでね、 FNN プライムオンラインからの引用記事、ヤフー記事ですね、こちらを説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はね、ちょっとキャプチャーボード内でのね話になって しまいます。ちょっと時間が取れなかったんでね、でもこれはねちょっと言いたいことだったので配信していきたいと思います。いつもご視聴のほどありがとうございます。はい、僕の動画ではね、日々ね、こういったバスの動画ね、車の動画配信しております。興味がある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっております。 Twitter、TikTok、Instagram やっております。あとはサブチャンネル、ショート動画、気づき日報のほどやっております。そちらのほどもね、興味ある方はよろしくお願いいたします。はい、この問題ね、非常に深刻です。話していきたいと思います。全端バスの話ですね。全端バスはね、兵庫県のバス会社で非常にね魅力的な高速バスを運行していますね。一番の魅力な路線ね、あれは後ろのシートね、リア2つがな、左側、あそこをもうプレミアムシートにしてね、こう大画面モニターついて、もうすごい至れり尽くせりの本当にね、飛行機のビジネスクラスみたいなね、あのシートになって、ものすごい車両ありますよね。あそこをね、運行しているバス会社ですね。うん、それが非常にね、厳しいっていうことで、そうだったんだと思って、これほどの会社でもやっぱ厳しいんだって。まあ、どこも厳しいんですけどね。でも全端も厳しいっていうことです。はい、読んでいきたいと思いますね。1、兵庫県のバス運転手不足っていうことね。まあ、何県でもね、もう不足してるんですけど、兵庫県もまあ例外には漏れないことでね、やってるんだっていうことですね。はい、兵庫県バス協会は、FNN プライムオンラインのね、この FNF のあの取材に対してね、のバス運転手不足がね、深刻化していることを受け、初の合同就職説明会を開催したと。バス協会ではこういうのやってるってことですね。どこのバス協会もやってるんだけど、兵庫県のこのやつも相当ね、全国のネットニュースになってましたからね。まあ、大きな記事なんでしょう、これね。この人材不足に対処するために新たな人材を獲得する取り組みが行われておりと。全端バスの総務部長は少なくとも30人の新規応募者が必要であると表明していると。相当なものですね、これはね。まあ、それだけ厳しいってことなんですよね。はい。2、バス会社が直面する課題ということで、深刻なバス運転手不足に対応しようと、兵庫県神戸市のバス会社12社が初めて集まり、合同就職説明会が開催された。大阪南部の金剛バスなど他の会社も運転手不足により経営損失や営業停止に直面している。もう金剛バスなんかはもうとんでもない話ですよね。もう会社がもう倒産する一歩手前って、もうこれやめるんだよねっていうことなんで、運転手とかはどうなのかな、あの南海バスとか近鉄とかに行くのかな、あとは自治体バスとかそんな感じなのかな。でも厳しいよね。はい。3、全端バスへの影響ってことでね、全端バスもドライバーの平均年齢が 57.7 歳と高齢化しており、この 57.7 歳ってもう荒勘じゃないですか。もうやばいっすね。この高齢化は現在の路線を維持するのに苦労していることから、この問題に直面していると。中央値が 57.7 だから、もうもちろん60歳以上の人が多いでしょうけど、もう70とかね、あとは40代とか30代はもうほとんどあんまいないんだかもね。僕くらいの年齢でもね、本当に若手と言われる業界ですからね。ましてや20代なって言ったら、もう全端バスはいないんだかもしれないね。相当高齢化してますよね。でもこれではダメなんだよね。もうどんどんこれではね、辞める人を、当たり前ですよね。年で辞める人増えていくんだから、70超えてもね、どんどん、退職の間際になってきてからも、辞めないでやり続けるってことでしょ。だから、下手すると70超えてもやってる人、もしかするといるかもしれないからね。わからないけど、でも、75くらいのバスの運転手いっぱいいますからね。下手すると80くらいまでできるんじゃないかって話も出てるんだけど、やってる人いるかもしれないですよね。でも、やっぱりね、高齢化、やばいからね、やっぱり、まあ、認知判断能力とか、やっぱり若者に比べて衰えて絶対来ますので、そういうことを考えると、どうかなっていうふうにやっぱ思いますね。運転はできるけどね、認知の判断能力とかね、そういうのが衰えてくるので、絶対それはね、ありますよね。深刻化する人材不足に対処するために、同社の採用活動は重要になっているということです。そうですよね。はい。4、採用の成功。全端バスは必要な運転免許証を持った消防士が運転手として参加することに興味を示したとき、奇跡的な事態の展開を目撃しましたということで、二種免許持ってる消防士の人ってね、結構いるんですよ。僕の知ってる人にもいますし、
まあ、今働いてる人の中にもいるんですけどね、うん、先輩にいるんだけど、その人はね、消防士をね、退職してからバスの運転手になってるんですよ。運転免許証はね、あの消防士時代に取ったんでしょうね。二種免許を持ってる人結構多いですからね、消防士、自衛隊とかね、そういった方ね、まあ、公務員の人かな、そういう人結構バスの運転手になるって人いますけども、でもね、年齢いってるんだよね結構ね、あの消防士を退職とか60とかになってからの定年延長しないでのバスの運転手になってるから、だから結構年いってる人がなってること多いので、結構若者がねやっぱり、うん、入ってくるっていうのは少ないんだよねこの場合はね、うん、まあそういう人もいるでしょうけどね、でも少ないと思います。まあこれにね、あの僕は否定的じゃないですけどね、全然やってもいいんですけど、うん、若い人が入ってくるっていうことを考えるとそんないないのかなっていうふうに思います。はい。5. 採用活動の重要性。全端バスの新規ドライバーの必要性は同社のキャラクター、レイコちゃん。面白いですよね。を就職説明会のブースに登場させたり、潜在的な採用候補者を引きつけるために運転体験を計画したりすることで強調されていると。体験会はいいですよね。うん。このレイコちゃんも、あの、面白いんじゃないですか？こういうのをやってみるのは。これらの取り組みは新しいドライバーの差し迫った必要性に対処し、ドライバー不足による業務への影響を軽減することを目的としています。いいと思いますよ。うん。あの、どんどんね、あの、変わったことやるのはいいと思います。それを受け入れるかどうかはね、別ですけど、あの、やってみるのはいいと思いますよ。うん。直接に結びつかないかもしれないけど、新しいことやるっていうのはね、やっぱ大切ですからね。レイコちゃんもいいと思いますよ。はい。あの、検索してみれば出てくると思いますので、見てください。はい。6. 全端バスの課題。全端バスは深刻なドライバー不足と既存ドライバーの平均年齢が 57.7 歳であることから、路線維持の課題に直面している。もう本当にそれは、もう どこのバス会社もそうですよね。あの、これはもう重要なことなんですよ。事業の継続性を確保するには採用活動と革新的な戦略が不可欠ですと。革新的な戦略ね。それは必要です。これはね、全端バスに限ったことでは本当にないんですよ。どこのバス会社でも高年齢っていうのは進んでるので、そういうことなんですよ。はい。いかがでしたでしょうかね。うん。今回も非常にね、あの、深刻なバス運転手不足の中でのこういったね、あの、話、就職説明会。まあ、僕の地元のね、あの、宮城交通でもやってますよ、就職説明会。あれどうだったのかな？うん、あの、教習所、新しい教習所みたいなところね、バス運転できる、そういう、大きなところあるんですよ。あの、養成所みたいな。そこで、あの、こういう、あの、バスの運転などをね、体験できることもできるんだけどね。あれで、就職した人とかいるのかな？わからないですけど。でもね、採用になった人はいるのかな？でも、うん。でもこういうのはね、やっぱり大切だと思いますよ。今ね、まあ、バス運転手不足が騒がれてね、久しいですけど、まあ、久しくはないんだけどね、ずっと、もうね、結構前からあるんだけど、こうやって騒がれてるのは久しいじゃないですか。うん、みんなのこう世間一般にね、うん、あとライドシェアとか、ああいうのもありますからね、うん。ライドシェアの問題もね、すごい根深いんだけどね、でもこれもね、やっぱり考えていかなければ問題ですからね。でも、世間一般でね、あの、こういうバスドライバー募集とかね、トラックドライバー募集とか、2024年問題とか、あの、今こうネットでやってるし、テレビでもやってるんだけど、意外のね、あの、世間の認知っていうのはね、こんなにやっててもね、低いもんなんですよ。なんかね、なんかアンケートあったね、ライドシェアとかのアンケート。でもね、ほとんどの人は興味ないっつってんだよね、8割ぐらいがね。ということを考えるとね、意外にこのバス運転手不足に関しても、みんなね、あの、無知というか、あの、興味がないというか、全くね、無関心。だからね、無関心なんだよね。この無関心っていうのもね、結構深刻なんだろうね。意外にね、まだまだね、あの、バスは普通に来るって思ってる人はいると思いますよ。こんなに深刻になってるんだっていうふうに思ってない人はいると思いますよ。それはそうなんですよ。僕の周りとか、僕、バスの運転手さんが周りに多いですし、好きな人は多いんだけど、やっぱりね、あの、興味があるからこそこういうの知ってるんですよ。あの、コメント欄とかもみんな、あの、そうなんですよ。あの、興味がある人見てるんですよ。あの、YouTube でこう配信して、興味がない人にも配信、ね、あの、うまく届けられればいいんだけど、あのね、興味がない人のとこにはこういう情報入ってこないんですよ。だからもっともっとね、話をね、こういう、あの、こういう Google にね、あの、こう、認知してもらうために、どんどんこう、プッシュ、いっぱいプッシュしてもらうためにね、あの、どんどんね、あの、こう、声を上げてるんだけどね、やっぱり残念ながらね、まだまだね、認知不足なんだよね。僕自体も認知不足なんだけど、この業界のこういう話を、まだまだね、あの、大きな話題にはなってないような気がするんだよね。興味ない人はね、やっぱり見ないからね、見ないからこういう情報も入ってこないですし、Google の、あの、興味がある、あの、アルゴリズムあるんだけど、YouTube もそうだけど、みんな、あの、アルゴリズムの中にこれが入ってこないんですよ。あの、おすすめに上がってこないんですよ。ということは見ないってことだから、興味ないんだよね。基本的に興味ない情報だから、
そんなことね、まあ、どうだっていいんだよね。だからバスなって普通にね、まあ、走ってるし、来ると思ってるし、うん。だからびっくりすると思いますよ。あれバスってこんなに来ないもんだって、こんなに減らされていたのって、うん。もういっぱい我々が配信してるんだけど、見ない人は見ないから、ね、全然そういう情報入ってこないんだよね。だからね、もっともっとね、Google さん、YouTube さんにね、いっぱいいっぱいね、おすすめに上げてもらいたいんですけどね。そうしないとね、どん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 ね、この問題はね、大きくなっていかないと思うんで、大きくなってるっていう感じするだけで、全然大きくなってないんですよ。Twitter とか SNS でもどん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 ね、巻き起こってますけど、意外にね、それはね、クローズド、一部分の話であってね、そんなにされてないので、本当にね、どん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 みんなに見てもらいたいなと、僕の切なる願いでございました。はい。いっぱいバーっと話しましたけど、いかがでしたでしょうかね、この問題。皆様はね、知ってると思うのでね、深刻だなって思ってると思います。でもね、コメント欄、どん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 ね、書いてください。まあ、そういうコメントがね、僕の YouTube 作る励みになりますので、はい。それではね、この動画はね、この辺にしておきます。僕の動画はね、日々こうやってバスのこと、車のことを配信しております。こういったことに興味がある方は、ぜひともチャンネル登録の方お任せしますので、よろしくお願いいたします。コメント欄にもどん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 書いてください。何回も言いますけどね。はい。あとはサブチャンネル、気づき日報ショート動画やっております。そちらの方もね、興味がある方は、よろしくお願いいたします。各種 SNS もやっております。SNS はね、Twitter、X かな、Instagram、TikTok やっております。そちらの方もね、いろいろバスに関することを挙げております。フォローのほどよろしくお願いいたします。あとは、メンバーシップ始める予定ですので、メンバーシップのほど興味ある方はよろしくお願いいたします。そういったこともね、コメントにどんどん書いてください。はい。今回はね、時間なくてね、このキャプチャーだけになりましたけど、まあ時間ない時はね、こういったね、キャプチャーになってしまうことはね、すいませんけどね、もうね、精一杯僕もやっていますので、ほんと時間、ちょっとね、ないので、ほんとすいません。でもね、何かこう、話題あったらね、欠席金っていうのは普通守っていきますので、動画は何かしら出していきます。はい。それではね、関つばチャンネルでございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。はーい、どうもー。はいー。